商品レビュー専門の JA です。皆さん、かかとどうですか？かかとどうって何かどうなの？まあそう感じてる人いますよね。唐突にかかとって言われても、かかとの何？そういう人、かかと見てみてくださいよ。他の手とか肌とか比べてかかとって意外に硬いんですよね。まああまり意識しない、私も意識してなかった。でもかかと硬くなりすぎると痛くなる場合があるんですよね。特に冬とかひび割れる、そうすると痛いんですよね。まああと冬痛いと思っても夏になると忘れちゃう。まあ確かにかかと目から遠い位置にありますから、あまり目につかないんですよね。ただ手入れした方がいいです。ただ手入れと言っても軽石とかめんどくさい、あと軽石置いとくとなんか不潔とかあるんですよね。そのめんどくさいの解決ですね。あと全然意識してなかった人も意識してみてください。もし人様から提供を受けました、こちら、これを使えば簡単にかかとを柔らかくできます。まあ毎日のケアじゃなくて時々ケアしてください。毎日やりすぎると痛くなりますからね。こちらですね、これが本体、あとはアクセサリーですね。まずはこちらが本体、ここに回転するヤスリがついてます。それスイッチを入れると回るんですよね。2段階で回ります。これでかかとの硬い部分軽く擦りながら削ってください。そんなに硬くないと思ってる人でもこれで削ると結構白いの出てきます。粉が出てきますよ。まあ、ただ面白がって削ると痛くなります。ほどほどにしといてください。あとこれ大きさ手にすっぽり収まるぐらい使いやすいですね。デザインもちょっと可愛いデザインですね。あと他の付属品、爪とかを仕上げるためのポリッシャー、それとヤスリが2つですね。ヤスリ本体についてるこちらと、あとこちら2つ、合計3つ家族で使いますね。まあこれどうして3つついてるのか、こういうもの家族で共用してはいけませんって言われてるんですよね。だから自分専用の回転ヤスリを持ってればヤスリの部分だけは独立して使いますね。まああともっと細かい魚の目とか取りたい場合、このような歯医者のドリルのようなものもありますね。これを使って細かいところを削ることができます。細かいこのドリルみたいなものはここに差し込みます。これで使いますね。そう、回ります。まああとこれ充電 USB 式ですね。ここにマイクロ USB がついてまして、ここに差し込むと充電できる。充電式だから経済的ですね。電池式ですと電池がなくなったらまあいいかみたいな多いんですよね。ただこれ充電式だから、この中身の電池がなくなったら充電してください。充電も USB ですので携帯電話とかの充電器使います。だから何回も再利用できますよ。それもいいところですね。かかとの角質気になっていた人も、この話を聞いて知ったよという人もぜひこちら使ってみてください。かかとの角質をケアしとけば冬割れて痛いこともないですね。あと靴下とかも穴開かないですね。特に薄いビジネス靴下、かかとがガサガサしてると傷んでくるんですよね。そういうこともケアしてればないです。もしとジャパンの提供、今日も商品レビュー専門の動画見てくれてありがとうございました。